前回パートのおさらい、ヒロインたちの2つ目の依頼を受けました。細部につながりそうな気になる会話がいくつかありましたというところで、次のパートをやっていきます。はい、かたみきちゃんです。6回目のルーファクトリー2やっていきたいと思います。また引き続き前回と同じ感じでね。あ、また桜株できた、いいね。お、ドロシーとちょっと仲良くなったことによって、見てみて、あのびっくりされる会話じゃなくなりました。おお、ちょっと近づいてきた嬉しい。ラブ度2でも、もうびっくりされないんだな。ブライさんが言ってる、首都から結構離れていてねって、だからこんなにも自然が多いのだよ、それがこの街のいいところでもあるんだかね、だって。うん、まあ確かにアルバーナは辺境の街、ノーラット王国他でも辺境の街っていう言い方だから、かなり離れてるのか。おお、依頼が増えた。じゃあやっていきましょう。ドロシー、ラブ度が2になったからね。掲示板見ました。はい、アルビレス熱があるみたいなんです。モコモコから取れるモコモコの綿が必要なんですって。トルシーさんが抱いてる人形のことですか？は、はい。熱、モコモコ、モコモコな綿。中の面が消耗しているという。はい、分析で見た詮索は余計ですね。要するに、モコモコを倒したら落とすモコモコな綿が欲しいんですよね。はい。夜のトリエステの森。あ、夜か。夜か。じゃちょっと、後回しですよね。ごめんね。夜になったらやるわ。そっか、なんかモコモコ見ないなと思ったら時間によって出てきてくれるんだ。ちょっと後にする。はい、何かあったんですか。早速これを見てくれはる。楽しみ。朝ごはんを食べてる時にうっかりつけて、どうしても落ち、白い草の絞り出るのが落ちるって聞くんやけど、漂白剤みたいな。正午に身が入らへんよ。はい、なんとかして手に入れて。オッケー。どこで？冬？はい。これまたあれかな、畑とかではなくてその辺に生えてる感じかな。あった。やっぱこの前の愛の草と同じ感じだ。よし、届けます。どうぞ。かったで、ほな早速試してみようねないの。湯がいて草を絞って汁を出して、これを布に軽くつけて、ゴシゴシ。おー、すげえ、すげえ。卵焼き、すごい、ゆいさんお料理くれる毎回。しかもなんか朝ごはんみたいなね、焼きおにぎりとか卵焼きとか。ありがとうございました。はい、次。次、ターニャさんの討伐の依頼やろうかな。はい、オブリンパイレーツ。はい。10匹だって。はーい。多いな。でもお金もらえるからね。ありがたいことに。倒しに行きまーす。オッケー、よし。通してきた。はい。きつかったかしら。ちょっとね、危なかったよね。はい。でも、はい。お疲れ様。1000ゴールド、いいね。嬉しい。またヒント。昼に活動、夜に活動、2ついるの。一度行ったことがある場所も、昼と夜、両方で行ってみるといいわね。行った方がいいなって、ドロシーのモコモコの話聞いて思いました。で、行こうと思います。もしかして夜になってモコモコを倒してもあげれないかもしれないんで、先にドロシーの依頼を受けとく。そうだよね、モコモコ買うんだったら買い場がいるよなと思って。高いなちょっと悩むな。買うか。そっ
育てればいいのか自分で。そうしよう。安いね。よし、そうしよう。これ育てよう。餌を育てる。ソウルさんの白菜育てるのにあたってなんか1個のためだけに行くのも大変なので、すごい前にね家にもらった大根とセットで白菜植えとこうかなって思います。でも白菜11日だから正直単価高いんだろうなと思って、めっちゃ売りたくなりそうさあ6時になったんでここ行ってみようと思います。ここのエリアはどうなんだろう。ん？ちょっと違う。なんだっけなんて名前か忘れちゃった。違ってたわ。でもおー、もこもこだ、久しぶり2では初だね。めっちゃ逃げてく。サイバーがいっぱいできたら仲間にしようと思います。ないとかわいそう。ここで止めるとめっちゃ逃げてくる。あ、でも取れた。あ、やっぱないよね。そうだよね。すごい逃げてくる。戦いたくないんだろうな。なんか戦いたくないモンスターを戦うってちょっとひどいあ、もうそっち行くとさ服も切っちゃうから。そうか。お、攻撃してきた。これゲットじゃない。すぐ取れるね。結構レアな。ついでに何が出るか。アントだ。スパイダー。はい。秋はあら、ゆえさん変わってない。ゴブリンは変わってない。ここも変わってない。お、コケホッホーだ。動かない。動いた。コケホッホーめっちゃちっちゃい。バッファもいないな。まあいいや、バッファもはまた探そう。多分いるだよな、多分。まあ、会話がね、出来上がってから、ちょっといろいろ探して、仲間にするのもやっていこうと思います。ってことで、ドロシーの依頼は明日。おお、玉ねぎできました。玉ねぎができたよ。じゃあ今日はこれ、ジェイクにあげに行きましょう。はまだできないね。お、ピンクキャットもできた。ピンクキャットは私レイのために作ったんで、これも今日レイにあげに行こうと思います。あとトマト買ったんだよ、ナタリーさんのために。これも植える。なんかアリシアがまた違う会話してくれる。水に注意って出たんだけど、シシリー笑って信じなかったの。しょうがないからバケツを持って後ろからついていったわよ。あれだな、アリシアがいつも作り上げてるみたいになってるよ。なんでだろう。でも仲良し度2になってから変わってなかったけど、新しい会話 OK。 はい、これをジャガイモも今作ってるから、もうそろそろイチゴもできそう。おはようございます、はい、ソフトメロンが好きと言われながらピンクキャットあげます。なんかピンクキャットも好きみたいなんでね。ほい、大好きなんですということなんでね、ピンクキャットで仲良くなっていこうと。ドロシーがいないということで、あげます。玉ねぎ。嬉しい、嬉しいかなジェイクのボイスありがとうじゃない。ちゃんと嬉しいって人間人間って言って。ジュリアが人参好きって教えてくれたの初めてかも。はい、持ってきたよ。もこもこな綿どうぞ。持ってきましたよ。これでマルビレスも元気になります。よかったね、マルビレス。笑ってる、かわいい。お礼言いましょうね。言ってるらしい。どうぞ。ぐんぐんグリーンだ。木材なんですけど何かに使ってください。使います。元気になってよかったですね。また何かあったら手伝いますよ。はい、
照れてる。ほら、なんかめっちゃ増えた。いいね。ブンブングリーンは売っちゃうか。売っちゃおっかな。売っちゃおう。お金にします、これ。とや。多分。作物のレベルっていうのはストーリー攻略っていう面ではいいかなと思うんで、よし、じゃあ増えた、また依頼やっていきます。ロイがすぐそこにいるからロイからやろうかな。なんだってまた困ってるって、掲示板見たよ。またこっそり頼みたいことがあるんだよね。またやっちゃったのね。絶対家からつまみ出されちゃうよ。この前はどうしたんだかな、多分謝ってないパターン。かかる前にやりやり、また壊したの。ロイくん元気なのはいいんだけどね、ごめんなさい。オイラも注意はしてるんだけどさ、本当に気をつけてるの？本当だよ。助けてくれよ。はい、カトトテはどこで手に入るのかな。さすがカエル兄ちゃんだ。反省してる？オークバイキングが持ってるよ。オークバイキングは日中のあれでいいかな。これオークバイキングするようになったね。よし、落ちた。いいぞ。持ってきました。はい。持ってきてくれたんだね。バレてないみたいだし、助かったよ。はい、お礼を。プリン、かわいい。この前も蒸しパンもらったしね。自分のおやつを渡してまで隠したい。お母さんと仲直り。お母さんと姉さんの仲直り、はい。レイさんの、あ、ジュリア。おはよう。助けてください。すごい、助けてください、ネタが。姉さんと母さんが喧嘩しまして、まあ喧嘩するのは年中なんですけど、はい。二人を仲直りさせたいんですよ。二人の言い分聞いてきてくれません？二人とも本心を言わないと思うんです。こんなこと頼めるのはカイルさんだけなんです。カイルすごいわ。教えて。喧嘩してんですか？どうしてそれを知ってるの？正直に言うんだ、二人が喧嘩してるの心配してましたよ。その子は優しいというか気を回しすぎるというか、せめて姉の半分くらいでもずぶといところがないとね、将来医者になんてなれないよ。なるほど。はい、怒り出した。絶対許さないからね。あの子に会ったらそう言っておいてね。仲直りできんじゃん。どうです、喧嘩してるんですか？なんでそんなこと知ってるのよ。レイさんから聞いたんです。レイさんの二人が喧嘩してるの気にしてましたよ。相変わらずおせっかいね、あの子は。で、喧嘩の原因は何ですか？私の占い師になる夢を否定したの。天津さえ占いなんて当たらないって言うから、お母さんの大切なものがなくなるって占ってやったの。お母さんが楽しみにとっていた。やっぱ自分で言って自分でやるみたいな。はい、当たったでしょって言ったら怒りそう。でもさ、おやつ食べたくらいで怒るなんて大人げないと思わない？勝手に食べたアリシアさんも悪いですよ。そりゃ分かってるよ、だってだから買い直してあるんだから。あ、じゃあ私に。はい、私からだと渡しにくいからさ、お願い。買えるんだ、かぼちゃプリン。ゆえさんとこで買ったのかな。かぼちゃプリン持ってきました。どうして持ってるの？アリシアさんから。普通に言ってるもんね。謝ってましたよ。自分で直接持ってくればいいのに、あの子ったら。親子喧嘩に巻き込んじゃってごめんね、カエルくん。はい、ナタリーさん以下はなんだかんだ言って仲良しなんだと分かってほっとしましたよ。リクエなんていないよ。でも食べたのは許せないけどね。めっちゃ好きじゃん。きっといい旦那さんになりそうね。結婚なんてまだまだ先の話ですよ。そういう人に限って意外と若いうちに結婚したりするもんよ。うふふ、予言者。予言者、私は早くこのルーファクトリー2結婚するべくやってますよ。どうでした？食べてきましたね。はい、食べちゃったのが原因みたい。あー、あれ母さんの大好物なんですよね。小さい頃からよく僕たちにも作ってくれました。姉も僕も大好きな母の味なんです。そうだったんですか、なんかいいですね。はい、今回は本当に助かり、楽しかったですよって、そう言ってもらえると助かります。ありがとうございました。 OK、 じゃあ
マナやるか。マナの3つ目の依頼だね。何でしょう。来ました。何かなくしたの。アクアマリン持ってる。取り寄せたんだけど、うちの店の中でなくしたと思うのよね。あ、探すんだ。ありがとう。帰るって優しいね。多分小さくて見えないと思うから A ボタン押して探して。はい、そんな感じなんだね。 OK、 お酢はいっぱい。あった、急に見つけた。ゲット。え、これを、お、分かれてる。もしかして文章違うんじゃない。一緒やん。まあこっちかな。はい、どこにあった。真横にあったよ。はい、いくら探しても見つからなかった。200ゴールド。はーい、ありがとう。また何かあったらお願いするね。あ、これだったらあれだね、なんか2番目の方が意味深なお願いだったな。普通の依頼だった。助けてって。じゃあバレット先生もやる。おはようございます。あ、お花が好きで、だってこの話も言ってくれな、初めて聞くかも。金剛花は特に好きなお花です。素敵ですね。そうですか、照れてる。金剛花は作れないな。掲示板の話ですよ。いい布。はい、 OK。 ちょうどブレシアと行きたかったし、ちょうどいい。行ってきます。落ちた。 OK。で、それでこれを巻いていくと。持ってきました。いい布です。はい、助かったで。それにしても何に使うんですか。あ、また教えてくれないのか。危険な香りがしますね。うるせえな、てめえ。報酬だ。これでお役ごめんだろ。変な詮索してんじゃねえよ。結構いいお金くれるし。お、マナもね、言ってくれる。この、もう一個の好きなものを教えてくれる。四つ葉のクローバーも好きと。ただ、仲良し度が上がっていくと、好きなものの種類たくさん言ってくれるとか、そういう感じかな。こんにちは。お、バレットが、鉄が欲しいって話もしてくれた。お、明日お花見だから、明日のお花見についての会話が、これ今、聞けてますね。花見って言ったら宴会。ゴードンやナタリーさんあたりが昼から酒を飲む。楽しみ。久しぶりすぎても全然。わー、イチゴできた、嬉しい。カノンちゃんにあげない分はもう出荷してお金にしていこうと思います。余裕ができたらもう一個イチゴ買いたいな。せっかくだし、畑は持ってるしね。あ、でもな、桜株が夏になったら植えるとこ残しておきたいしな。人参全然できないね。結構長いんだな、人参。お、明日はお花見だぞ。人間は何か理由をつけて騒ぐのが好きだな。昼から酒飲んでうるさいんだよ、まったく。わ、口悪い。おはよう。騒ぎそう。ターニャさんすごい楽しく騒ぎそう。おはよう。酒だな、はっはっは。おはよう。セレッソの広場大好き。そうだね。おはよう。想像しいぞ、大人たちが花見だとか理由つけて騒ぎ上がる。バレットもちょっと嫌そう。まだね、バレットはきっと未成年なんだろうな。お酒飲めない。おはようございます。海外でもお花見ってあるのかな、実際。桜は生えてるって言いますもんね、海外でも。おはよう。あ、昼から酒が飲めるわ。あ、なんかこのさ、シリーズ2の大人たちみんな酒飲みじゃんっていう感じなんだけど。誰か弱い人おらんのかな。おはようございます。みんな強そう。気をつけてくださいね。コードンさん宴会ですごいんだ。近寄らない方にした方がいい。やばそう。コードンさんやばそう。ダグラスもやばそう。おはよう。ワクワクするね。おはようございます。腕によりをかけて。え、セシリーの作るお弁当気になる。このルーンファクトリーのお弁当気になるわ。どんなもの入れるんだ。
おはようございます。見晴らしのいい場所を囲ってセレッソの花を堪能したいものですわ。おはようございます。で、ここで OK なのです。ピッチャーこそお先は弱いんじゃないかな。当然参加するが、セレッソの花が咲き乱れる様は一見の価値がある。はい、行きます。見ないと損するぜ。おはようございます。とても楽しいお祭り。おはよう。楽しい楽しい宴会がある。みんな宴会ちなみにどこでやるんだ？レストランみたいなとこないもんね。まあ、あのちのさ、神牧場物語の食堂みたいなとこないから。どこでやるんだろう。とっておきの場所知ってる？誰にも内緒だけどね。あれじゃない、子供しか入れない。子供がそうやって分かってる。おはよう。みんな明日が楽しみって感じだね。カノンちゃんのためのイチゴができたんだった。嬉しい。じゃあね、ちょっともう早速お花見行こう。もうおー、 BGM がお祭り仕様になったね。さあ、今日はね、今日のこのお花見やって終わろうと思います。いいね。BGM いいね。さて、もうみんないるかな。いるね。お祭り中？おはよう。私を誘うわね。君を誘えってことなのかな。これってさ、はい、ちょっと置いとくわ。一人だけかな。ちょっと悩むな。よくデートに誘われるから。あ、そうなの。アリシア、誘われる嘘はいけませんよ。気に切らないでよ、間違い。ですね、せっかくなのでデートはウザインドと行きたいなぁ。おはようございます。おはようございます。揚げもなかなんてあるんですか、この世界。おはよう。おはよう。じゃあ一回ロザリンド誘う。おはよう。重い重い。わ、ジュリアとマックスが一緒にいる。いや、おはよう。刷り込みのせいでさくらんぼの実を想像してしまうな。マックス兄さん、それは将来が怪しい。おはよう。お花ってほんと綺麗よね。私みたいで。カエルはお花好きなの？まあ好きな方ですかね。ただの宴会なんだけどね。ところでジュリアさん、おお。どうしよう。絶対一人だよねこれ。まあ、よくバー全員とデートしたいという。こっちには人がいないぞ。あ、二人一緒にいる。おはようございま す。ということで、一旦ロザリンドを誘います。おはようございます。桜吹雪ですわね。それは満開の桜が風に吹かれて舞い散る様を歌った言葉ですね。そこを教えてくれる壮大な桜吹雪を見てることができるね。ロザリンドさん、誘う。食べたら美味しそうって。誘う。イエーイ。レイの横でやってしまうあたり。来たぞ。ここで待ち合わせだったな。こんにちは、ロザリンドさん。僕もたった今到着したところです。さて、お花見を始めましょうか。はい、マナと出会ったところで。すごい、やまさに絶景ですね。木の下でお花見する習慣があるって聞いて、実は半信半疑というかピンとこなかったんですよ。でもここへ来てこの木を間近に見て納得しました。何度も足を運んでいるし、セレスの木だってその都度目にしているはず。なのに今日は一段と華やいで見えるんですよ。どうしてかしら。カエルくん。一緒だから。歯が浮くセリフをさらっと言う。ミルさん、うん、私は
一生忘れないでしょ。僕もさ。はい。もちろん。ごきげんよう。帰っていった。ここにいる？そうだ、ここの話またおいおいします。おはよう。おはよう。こうしてんだね。花見団子売らなあかんねん。さすがしょ。誘えるんですが。全員行きまーす。全員誘いまーす。はい、今来たところでした。行こうよ、はい、行きます。やべえ、カエルくん。綺麗だね、はい。魅力、特別な魅力とあるつもりなんとなく来る気がします。僕も初めて来た時、ほんまですね。そう、短くない？そう、なんか思ったんだよね、私ロザリンドの文章だけやけに多いなって思うんだよね。遊んでた時から、前、昔ね、昔遊んでた時から、なんかロザリンドだけなんかセリフの言い回しとか会話とか多いなと思って、絶対長かったと思う、あの場所ね。メインヒロイン館。待った、今来たところだよ。これみんなとやっとるって女の子たち気づいとんのかな。気づいたらちょっとまた修羅場になってしまうレベル。初めて出会ったので、そうだね、来なかったら、僕がここに来なかったら二人は出会わなかった。うん、なんでもないよ。それじゃあまたね。ほら、今のところザリンドが一番長くないですか。さあ次次。約束はしてません。大嘘じゃないか。わっ、やばくないこれ。あ、大丈夫だった。もうダメみたい。3人まで。え？ダメだそうで、3人までできる。でもなんかさ、仲良し度が落ちそうだったよね今。大丈夫かな。もうやっちゃったか、遅いんだけど。この町の木全部登ったことあるんです。ごっ、今日はやっちゃダメ。木登りしたくなるよね。木で遊ぶ方がいいみたい。わかる？元気だよな、かのんちゃんって。おはようございます。やっぱ新鮮だな、エンドルさんが外にいるの。よし、いたいたいた。おはよう。花は嫌いじゃないらしい。おはようございます。いい天気ですね。ダメだよ、ここちゃ。あ、ここにいた、ジーク。毎日見てるから変わってない人間。みんなで楽しむのが好きだからね。好きなのか、それはちょっと違うかも。ゴードンとかダグラスいないんだよね。いたいたいた、大人組がこんなとこにいる。何してんの。おはよう。昼から飲んで騒ぎまくるぜ。おはよう。この季節だったな。そうですね、つい1週間前くらいで。おはよう。好きな花ってあるの。私は酒が好きね。これで全員かな、ひとまず。どこで飲むんだろうと思ったら、まさか病院で飲んでるとは。よし、みんなと、そうだね、お花見の会話もできたので、とりあえずね、今日はここまでにしたいと思います。ちょっとね、これで仲良くなったんで、あ、受け入れないんだ、お祭りの日。またね、依頼がたくさん増えてると思うんで、また次回ね、依頼をやっていきたいと思います。バイバーイ。